バートロ・コローン・モラレスは、ドミニカ共和国プエルト・プラタ州アルトミラ出身の、プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。メキシカンリーグのモンクローバ・スティーラーズ所属。愛称は、ビッグ・セクシー、モラレス。兄のホセ・コローンは1年だけ、マイナーリーグでのプレー経験がある。1993年6月に、クリーブランド・インディアンスに契約金30万ドルで入団。 1997年4月4日にメジャーデビュー。その頃から本格はみぎ腕として注目され、黄金期のインディアンスにおいてエースとして活躍。1998年は6月にピッチャーオブザ、マンスを受賞するなど、前半戦は9勝4敗、防御率2.46を記録し、オールスターに選出され、勝ち投手となっている。後半戦は5勝5敗。 防御率5.65に終わった。2002年シーズン途中にリー・スティーブンス、ブランドン・フィリップス、グレーディ・サイズ・モア、クリフリーの交換要員として、ティム・ドリューと共にモントリオール・エクスポズへトレード移籍。同年、両リーグで10勝を挙げた。MLB 史上、1945年のハンク・ボロウィーに次いで2人目の快挙となった。 2003年1月15日に、シカゴホワイトソックスへ、トレード移籍。ホワイトソックスでは15勝13敗、防御率3.87と、前年より悪化したが、自己最多、リーグ最多タイの9関東を記録。2003年12月9日に4年総額5100万ドルで、アナハイムエンゼルスへ移籍した。2004年は18勝するも、防御率は5.01。 2005年は自己最多の21勝で、防御率も3.48。しかし、シーズン最後の2ヶ月間は腰痛に苦しみ、途中降板の試合もあった。ニューヨークヤンキースとのディビジョンシリーズ第5戦では2回、途中で肩に激しい痛みが走り降板した。その後、チームはリーグチャンピオンシップシリーズへ進出したが、このシリーズでは、当板機会はなく、 シカゴホワイトソックスに1勝4敗で敗退。シーズン終了後にサイヤング賞を受賞したが、ニューヨークではマリアノ・リベラの受賞を望む声が多く、ESPN.com の記者は、防御率、脱三振、投球回などで、コローンを上回る成績を残したヨハン・サンタナが、獲得すべきという声もあった。2006年開幕前の3月に開催された第1回、 ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。シーズンでは4月16日に右肩の回線筋を痛め、6年振りの故障者リスト入り、6月中旬に復帰後も右腕痛で7月下旬にシーズン絶望となるなど、自己最低の成績に終わり、8年継続した規定投球回2桁勝利も途切れた。手術を検討されたが、 筋肉強化のリハビリテーションなどで回復を図った。ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム時代2007年シーズンも、怪我のために防御率6点台の不振に終わった。シーズン終了後に FA となった。2008年2月25日に、ボストン・レッドソックスとマイナー契約。開幕メジャー入りはならなかったが、5月21日に昇格してメジャー復帰を果たした。 そして同日本拠地フェンウェイパークでのカンザスシティロイヤルズ戦にて先発登板をし5回を安打692に抑えて勝利した5月は好調だったものの6月は月間防御率5点台と調子を落としマイナーに降格9月に再昇格し1試合に先発したシーズンを通じてはメジャー昇格後ワーストとなる7先発39 投球回に止まったが、4勝2敗、防御率3.92と成績は持ち直した。2009年1月15日にホワイトソックスと1年100万ドルで契約。前年を上回る12試合に先発したが、3勝6敗、防御率4.19に止まった。2010年はメジャーでの登板はなかった。2011年1月26日に、 ニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。オープン戦では結果を残しフレディガルシアと共にロースター入りを果たした。シーズン序盤はロングリリーフの役回りだったが、そこで結果を残して4月20日に先発当番の機会を得ると7回途中に失点に抑えて約2年ぶりの勝利投手となった。5月30日には約4年ぶりとなる完封勝利を記録。 以降はローテーションをほぼ年間通して守り、5年ぶりの規定投球回到達を達成。打線の援護にやや恵まれず、8勝10敗だったが、防御率4.00と、まずまずの成績を残した。2012年はアスレチックスに所属。東京での開幕第2試合に先発し、勝利投手となった。4月18日のエンゼルス戦では38球連続ストライク投球という、 MLB 史上最長記録を受立。8月22日、MLB の薬物検査でテストステロンの陽性反応が出たため、50試合の出場停止処分を受けた。この出場停止が響き、2年連続となる規定投球回到達はならなかったが、6年ぶりの2桁勝利となる10勝を挙げ、防御率3.43と成績を向上させた。 11月3日に1年300万ドルと出来高払いで再契約を結んだ。2013年のバイオジェネシススキャンダルで禁止薬物の購入が発覚したが、すでに処分を受けていたために追加処分は課されなかった。同年はシーズンを通じて好調で、夏場に一度故障者リスト入りしたものの、防御率2.65は40歳にして、キャリア最高の数字だった。また18章は、 リーグ2位でリーグトップタイとなる3冠風も記録した。オフの10月31日に FA となった。2013年12月11日にニューヨークメッツと総額2000万ドルの2年契約に合意したことを報道され、14日に球団が発表した。2014年8月7日のフィラデルフィアフィリーズ戦で通算200勝を達成した。昨年より、 全体的に数字を落としたが、年間を通して、ローテーションを守り、15勝を挙げて、防御率4.09と一定の貢献をした。また、自身8年ぶりとなる200投球回を達成した。また、この年の9月には、ニューヨーク州クイーンズ区で、アメリカ合衆国籍を取得した。2015年も先発ローテーション通りに登板し、チーム最多の19423イニングに投げた。 ナショナルリーグワーストの217アンダーを浴びたが、完封勝利一つを含む14勝を挙げ、4年連続2桁勝利以上とした。オフの11月2日に FA となったが、12月18日にメッツと1年契約を結んだ。また、2015年シーズンをもって、それまでの MLB 現役最年長選手であった、ラトロイ・ホーキンスが引退したため、2016年シーズンからは、 MLB 現役最年長選手となった。2016年5月7日のサンディエゴパドレス戦では、キャリア初の本塁打を放った。42歳11ヶ月でのメジャーリーグ初本塁打は、ランディ・ジョンソンの40歳を抜いて、最年長記録。同15日には、初支給も記録した。シーズンを通じては、年間を通じて、ローテーションを守り、4年連続となる。 投球回数190回以上、5年連続となる2桁勝利を記録。防御率も3年ぶりに4点台を下回り、ナリーグ全体で13位と現役最高齢にして、なお1000級の実力があることを示した。オフの11月3日に FA となった。2016年11月17日にアトランタブレーブスと1年1250万ドルで契約を結んだ。 2017年開幕前の2月8日に、指名投手枠で第4回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。シーズンでは6月6日に、左腹借金の針で10日間の故障者リストに入り、28日に復帰したが、当日先発登板したパドレス戦で4回6、失点で交番2勝8敗、防御率8.14の成績となり、 翌29日にィーフとなった。7月4日に自由契約となった。2017年7月7日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。7月18日にメジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。8月20日のアリゾナダイヤモンドバックス戦に勝利し、史上18人目の全39弾からの勝利を達成した。しかしそれ以外では振るわず。 移跡後は15試合先発で5勝6敗、防御率5.18であった。シーズン2 3では28試合先発で7勝14敗、防御率6.48に終わり、連続2桁勝利は5年で、規定投球回到達は4年で途切れてしまった。オフの11月2日に FA となった。2018年2月4日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月24日に一旦自由契約となるが、26日にマイナー契約で再契約した。4月2日にメジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。この年は28試合に登板して7勝12敗、防御率5.78、81奪三振を記録した。オフの10月29日に、 FA となった。2021年2月15日にメキシカンリーグのモンクローバスティーラーズと契約した。強靭な脚力を持ち味とし、保守のような極端なショートアーマーの腕の振りから投げる2種類の速球を武器とし、かつて最速101マイルパーアワーを記録した伸びのあるフォーシームは2015年時点で平均90マイルパーアワーと衰えたものの変わらぬ伸びがあり、 基本球種としている平均87マイルパーアワーのツーシームは右打者の手元で食い込むように動く。他にも大きく横に変化するスライダーや対左打者にはサークルチェンジを投げる。また、1996年にマリアノ・リベラからカッターの握り方を教わっており、ごく稀に投げることがある。また、エンゼルス時代までは80マイルパーアワー前後のカーブも投げていたが、 2008年以降は投げていない。試合の後半になるにつれて、球の威力が増す傾向がある一方で、対戦打者のレベルに合わせて投げてしまう。ありがとうございます。